はい、マソディミでーす。はい、皆さん、今日はですね、お家でなんとフグを食べていきたいと思います。ねえ弟、ねえ、フグ食べたことないだろ。はい、はい、ということでね、今回はね、フグをね、さばいて食べていきたいと思います。なもんできるかーい。フグはさばいちゃダメなんだよ弟、ちゃんと資格が必要なんだよ。ということでですね、今回はですね、じゃーん、見て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 、こんな感じ。フグ鍋セットっていうのをね、ネットで買ったんですよ。ということでね、作っていきたいと思います。じゃあ行こう、作ろう作ろうですね。だし昆布ね、ちょっとまあこれを入れてだしを取っていきましょう。白菜、白菜、白菜の歌これはやばい、やばい、これはカットだな今カットしなきゃやばい終わり四角形ぐらいにこう切れば OK。 弟くん、はい、もみじおろしというのを知ってますか。辛いやつ。はい、もみじおろしを作っていきます。シャ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 。で、ここにこちらもみじおろしの素みたい。え、これ出来合いじゃね、これ出来てるやつじゃね。嘘はい、次ね、軽く洗ったアラをこの中に入れて出汁を取っていきましょう。よし、じゃあいろいろ入れていきます。まず白菜、ドドーン。はい、そしてこちらフグの切り身ですね。毒入ってないのかちょっと心配になるけど大丈夫かな。ウグイスって呼ばれるものなのかな。はい、ということでフグ料理このように完成しました。フグをこう贅沢に、おら、もみじおろしとネギとポン酢でいただきます。うん、うまーい。おいしい、おいしい、十分おいしいです。食べてみる、どう。おいしい、うまいと思った。うまい、うまいよね、うん、フグってこういうもんなんだって思ったでしょ、うん、このもみじおろしとネギがいいわ。結構ね、弾力があってポン酢ともみじおろしで食べてる感じですではですね、鍋もいただきます。まずフグの切り身。うわ、プリンプリン、すんごい弾力。あ、うまいわ。つみれはそのまま食べてみます。甘いね、甘さの方が強い。はい、ということでね、皆さん、最後はね、フグといったらヒレ酒です。これね、今日本酒なんですけど、めっちゃ熱い。で、この中にあの、炙ったこのね、ヒレを入れます。さらにアク抜きのために火をつけます。これが超絶うまいんですよく、熱くて飲めない。あー、このね、ヒレのね、焦げてる香りがすごいね、日本酒と合っていいんですよ。ちょっとダイエット中ですけど、一口だけ飲んじゃいました。あとは弟に飲んでもらいたいと思います。はい、ということでね、今回はですね、お家でフグ料理を食べていきました。結構難しかったです、正直。あの、お取り寄せしてもその冷凍の時間とかまあいろいろあるんで、まあちょっと値段張ってもお店行くのもありかなと。はい、ということでね、ぜひ皆さんもフグ食べてみてはいかがでしょうか。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マソ TV でした。バイバイ。